ブレボール、大分の高知親方です。さあ、第93回選抜高校野球大会、6日目に入りました。この日の第2試合から、2回戦に入ります。まあ、いつも通り、もう今回はですね、まあ、ラジオで一部聞いたんですけど、相変わらず、しっかり動画では見ておりませんので、まあ、いつも通り簡単な、結果案内となりますので、ご了承ください。それでは、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。さあ、大会6日目ですね、3つの試合が行われました。第1試合、この試合までが1回戦です。東海地区、愛知の中京大中京と、関東、千葉の専大松戸の試合は2対0で中京大中京が勝利いたしました。まあ、中京大中京はもうとにかく優勝候補の筆頭レベルでございまして、まあ、今年はですね、この黒柳投手がですね、プロ注目でかなりですね、この投手の鍵が力を握るというところでしたけれども、結果的には2対0ということで、専大松戸ですねから12奪三振ですね、ヒット6本に抑えて、完封で、勝利をいたしました。専大松戸ですね、持丸監督ね、個人的に注目している名将でしたが、残念ながら勝利とは至らず、ただですね、この優勝候補の中京大中京に、まあ、2対0というのは非常にこう善戦したのではないでしょうか。6回まではですね、ゼロ更新で、7回にですね、勝負分けられましたけれども、結構差がつくのではないかなと思いきや、結構引き締まった試合になってですね、こう1回戦、これでおしまいですけれども、全体的に見て、基本的には1点や2点を争う接戦が多い、まあ実力伯仲した試合が多かったなというイメージでございます。さあ、この続きまして第2試合から2回戦に入ります。第2試合、近畿神戸国際大付属とですね、兵庫県と、東北王者宮城の仙台育英の試合、こちらは13対5で仙台育英が勝利いたしました。いやー、これ仙台育英かなり強いですよ。本当優勝候補ですし、正直私結構いい試合になるかなと、まあ、5対2ぐらいの戦いになるのではと思ってたんですけれども、結構差がついて、ほぼほぼ5回と8回以外は毎回得点ですし、神戸国際大付属も結構差をつけられたものの、最後終盤はまあ意地をちょっと見せたというところで5点、取りました。まあ、もちろん仙台育英もですね、非常にまあ打撃も良かったというところですけれども、やはりまあこの勝負を分けたのは制球力、ピッチャーのコントロールが、まあ一つ差を有してたのかなと。まあ、あくまでもちょっと私、速報のですね、インターネットのテキストでの、速報でしか見ていませんが、ビッグイニングになった6回ですかね、フォアボールが結構続いてたイメージですね。まあ、今大会結構このフォアボール、コントロールですね、いうのが結構左右しているイメージがございます。まあ、もちろんこれ野球はですね、当たり前の話、どの世界でもこのフォアボールというね、もしくはデッドボールというのが結構勝負を分けます。もう守ってる側にとってはこれはもう、ね、フォアボールでもうどんどん失点してしまう可能性もありますし、攻める側としてはこれをもうね、利用してチャンスを広げて、どんどん攻めていくという、ものですけれども、この夢舞台でかなりこのコントロールっていうのが、まあ守る側、どちらかといえばこう、ピッチャー側とか、守っている側には結構な、こう、精神的なダメージがあるようで、そこでこう、ビッグイニングになる、もしかしですね、こう、試合の潮目が変わる、そんなイメージがですね、特に感じられております。ということで、仙台育英が、ベスト8一番乗りです。8年ぶりということで、結構その、夏準優勝ね、2015年ぐらいにしておりますけれども、結構久々のですね、ベスト8。ということでですね、結構仙台育英も総力戦でございましたし、まあ、青木監督ですね、神戸国際大はですね、ちょっとこう、ピッチャーのやっぱ制球力について、特にこの投手力がやっぱないと上には進めないなというふうにインタビューをおっしゃっておりました。こう、特にまあ、何度も申し上げておりますけれども、春の選抜というのは、本当にこう、実力にあまり差がないと言われております。まあ、その、秋の大会で、
地区大会のも上位のもう本当強いところが集まって、まあ、招待されている試合ですので、まあ、その中でこう差がつくとすればこのやはり一つは高校野球は投手の力が大きいです。速球派なのか技巧派なのか、ね、あの三振を取るのか打ち取らせるのかですね、あのこの攻守の力で結構今回も差が出ているようなイメージでございますので、まあ、夏に向けてですねぜひあの投手力磨いていただければかなり神戸国際大も強いチームだと思います。そして第3試合は、関東群馬の県大高崎ベイツケーズと、近畿奈良の天理ですが、こちらは4対0で天理高校が勝利をいたしました。ベスト8、13年ぶりらしいですね。これもまた結構久々ですけれども、まあ、天理がですね、もうなんだかんだで、あの、いいとこ序盤と終盤でダメ押しを取るという、もう理想的な運びで危なげなくいったというイメージですね。まあ、構図としましては、強打の健大高崎 VS、天理のですね、プロ注目のエース、辰投手ですけれども、辰投手がもう、健大高崎打線を封じて、こちら、完封ですね、関東完封ですね、奪三振8で、被安打わずか2ですよ。これはまあ、かなりすごいピッチャーですし、健大高崎がなかなか攻撃もですね、今一つできなかったといいますか、あの、ランナーを出すんですけれども、こう、ダブルプレー併殺打なのでですね、こうチャンスがこう繋がらない、逆に潰してしまったというところが、こう、まあ、勝負のあやというか、もうターニングポイントですね。やはり今大会、その注目のピッチャーが、まあ割と、力を出している。まあ、辰投手自身は初回、の宮崎商業戦、初戦のですね、では30点ぐらいの出来だと、まあ、ストレートがあんまり冴えなかったというところですけれども、まあとはいえ、この、わずかヒット2本で抑えてて、まあ四死球ちょっと6ぐらいあるんですけどもね、ただ、やっぱこう先ほども申し上げた通り、ピッチャーの力というのはやはり大きいですね。天理が4対0、ですね、まあ、ベスト8ということで、危険なくといったあれですけれども、やはりこの近畿勢というのは、かなり今年は強いなという印象を持った、大会6日目でございました。それでは大会7日目の、案内でございます。7日目も3試合で、いずれも2回戦で、勝てばベスト8です。この日もまた九州勢なんですね。第1試合、中国地方、鳥取の鳥取城北対関東、神奈川の東海大相模でございます。縦島同士面白いですね。こちら、ダッティングが冴えるチームでございます。鳥取城北はですね、世界戦では三島ですね、南ですね、21世紀枠に勝利をしました。で、東海大相模は東海大甲府との関東大会リベンジマッチを制しました。で、まあ意外と、さあどうですか、つくかもしれないですし、まあ引き締まった試合にはもうなりそうな、ちょっと読めないですけども、面白い戦いでございます。続きまして、第2試合、九州対決。21世紀枠、沖縄の具志川商業対九州福岡の福岡大大濠高校。これ昨年のですね、秋の九州大会のベスト8ぐらいの試合でですね、のリベンジでございます。その時は福岡大大濠が勝ちましたけども、まあ、具志川商業21世紀枠対決を達成して、こう、甲子園での勝ち方が分かってきたというところで、さあ、で、福岡大大濠も4年ぶりのベスト8というのもかかってますし、さあ、具志川商業のリベンジなるか、大濠がまたですね、ベスト8に進むのか、九州同士のつぶき試合は怖いですが、ただ一つだけ言うのは、九州勢なんとか一枠は、ベスト8に残るというのは確実でございます。そしてもう大注目、私が鼻血が出そうなぐらいもう楽しみな試合がですね、第3試合、九州の大分明豊高校対ですね、和歌山の市立和歌山一和歌でございます。ですね、まあ私の地元大分県の明豊ですね、東播磨に激闘の末勝ちました。その勢い粘りをですね、プロ注目の小園投手、150キロ超える、ね、速球持っているですね、市立和歌山との戦い、本当楽しみですし、まあね、投手がね、先ほど申し上げましたけども、採用する中で、まあ、明豊も、まあ、とはいえ過去に
好投手を打ち崩してきた歴史もありますしね、とにかく粘っこくですね、あの打撃はいいのでですね、こう繋いでほしいですし、エースの京本くんね、明豊、今回こそはこうリベンジしてほしいなと思います。明豊の川崎監督は智弁和歌山の日本一になった時のメンバーでもございますので、まあ、ある意味では和歌山対決とも言えてますけども、ね、石若もね、やっぱピッチャー小園くんを制覇できるかどうか、もう本当そこにかかっていると思います。ということで本当にあの面白い明日もチームが揃ってですね、結構勝負これ分かりづらいところもあるのかなというふうに思いますがね、まあ冬を越してで1回戦のね、超えてじゃあ2回戦この甲子園でのこのね慣れてきたかなどうかなというところでの2回戦ですからね、どういうプレーになるか期待です。あのはつらつとした怪我のない正々堂々としたプレーをただ願うばかりです。ということで7日目は、このようなカードでございます。ということで今回もですね、非常に駆け足でダラダラ語ったわけでございますが、お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。目指せ登録者数、まあまずは大台の1000を超えたいですね。でぜひ連日高校野球もご紹介しておりますので、まあなんとかですね、全部はできないと言いつつもなんとか全部今簡単なながらも試合紹介しておりますので、高校野球がもっと盛り上がれば、そして過去振り返った時に、あ、93回大会結構接戦が多かったな、まあそんな感じでですね振り返っていただければありがたい、そんな思いでやっております。それでは、これからもですね高校野球の選手、そして大分大会もですね、大分でも地区の大会が始まりましたので、まあ、そちらも興味を持ちつつ、高校野球応援してまいりましょう。2年ぶりの九州府まだまだ続く。それではまたゲームセット。